薬師丸ひろ子さんです。声優門役藤井隆さんです。ありがとうございます。よろしくお願いします。よーいスタート。これじゃいくら支度したって間に合わねえ。まったく信じらんねえな。ありえねえ、ありえねえよ。見ろよ。嫌だね。のぼずれまで来てやがる。ここがその妙な女料理人の店か。はい。トロトロか、楽しみだね。鶴屋名物トロトロ茶碗蒸しでございます。どこ行くか。暑い。暑い。お気をつけて。何がトロと何が出てくるかと思えば驚くほどでもない。なんて愛らしい。おい、お役、料理に愛らしいなどと不粋な。薬師丸ひろ子さん、オールアップになります。お疲れ様でした。ありがとうございます。綺麗な音、ありがとうございます。ありがとうございました。短い時間でしたけれども、こうやって、角川春樹監督のもとお芝居が、できたっていうか、なんかすごく私としては感無量です。すごい貴重な経験と、こうやってまた映画の現場に来させていただいて、本当にありがとうございます。楽しかったです。ありがとうございました。なんで見たことあったの。13歳。13歳。はい。現場の途中で、石川県の石川県で14歳。はい。はい、昨日のことの食は人の天なり。大ベストセラー、ついに映画化。うちらは何があってもずっと一緒や。お願い申します。なえちゃんに会わせてください。愛おしい思いを料理に込めて、身を尽くし料理長。